そう、DJ。結構細かいとこまで私見るじゃん。そう。あの、生まれて初めてのサインっていう TikTok3 個投稿してたんだけど、全部アロンくんのタオルにしたの。舐めてるマジで。お邪魔しますしかも。サインしましたみたいな書いてるけどさ、大きくカタカナ一文字ユって書いてただけ。いやほんまに初めて。はい。じゃあの一個だけ言いたいんですけど、サインは確定させた方がいいです、はい、絶対に。だってあの徳島の時の色紙のサイン見たんですけど、はい。なんとかさんやって書いてサインじゃないですか。はい。サインの下に。なんとかさんへのその名前言っちゃってましたよ。だから例えばたかしさんへって書いた色紙でゆって書いた下にたかしって書いちゃってましたよ。たかしって思われるやん。ああそういうことですか。 DJ 日本人って書いてその上に名前書いた方がいいってことですか。だからゆの下は日本人で固定した方がいいです。もう日本人っていう。そうなんですね。上に何々さんへって書いてあるじゃん。あそう。サインはこの感じでいいんですか。なんで俺に聞くねん。僕はもうこの感じで固定にしたいんですけど。ノンピーさんどう思います。いいんじゃないですか。いいと思うんです。わかりました。もうその言葉聞いたんでもうそれでいきます。私の勝手な意見で言うと、サインっていうのはサインが可愛いとか可愛くないとかじゃなくて、その日にちを絶対書くんですけど、はい、その私がどんどんこう有名になっていくのって私のおかげだけじゃないと思ってるから、その私こんな前からのんぴーのサインもらったことあるんだよっていうのがその人に自慢になればいいなっていう、もうあった証拠として残してたいから書いてるみたいなところあるんで、そのサインは絶対書いちゃいけないんですよ。書いちゃいけない。で私は勝手に思ってる。あーじゃあもう一発目から僕これって決めてたのがもうその U を書いてちょっと待ってください。そうだから、え、じゃあ待ってください。なんでアール君笑ってるんですか。いや続けてください。で僕はほんまにそれをしたくて、まあ、サイン書いてください、初めまして、でやっとなんか言うやったんで、もうそのままでいきます。その方がいいです。だからサイン自体は何でもいいですけど、はい、そう DJ 日本人さんと会ったことがあるっていうのををファンの方は嬉しく思ってくれてるし、多分私たち側はそれがその人の自慢になるように活動していけたらかなって思うんです。そういうことですね。もうサインがかっこいいかっこ悪いとかじゃないってことですね。そうです、そうです、そうですよね。なんでそのサインの中にあのそのあげる相手の名前を入れちゃ絶対ダメです。あそこはダメ。わかりました。そこはダメです。数人も書いちゃったっす。それはまだレアでね。いいんですけど、ノンピーさん、ノンピーさん、はい、ノンピーさん、やっぱりこう今を活躍されてる、もういやいやそれさバカにしてるし、違う違う、アーティストじゃないですか。はい、彼になんかアドバイスをいいです。彼、ノンピーさんが今から彼の立場になるとして、ちょっとアドバイスを、はい、ちょマネジメントするんだったらちょっとアドバイスあげてほしいです。あのマネジメントを唯一するとしたら、アーロン君より DJ 日本人出ちゃダメですよ。ええ、じゃあ待ってくださいよ。なんて言いました。聞いてください、聞いてください。はい、はい、ん何これ。もう一回、分かってないですよ。分かってないです。僕がアーロン君より出ちゃダメ。そうです、出てるって。ダメっす。 DJ 日本人出てるし、サンプラーすごいやん。そういうとこってことっすか。そういうとこっす。ああダメだこれもう。そういうとこない。え、でもサンプラーもう流せないってことっすか。違うっすよね。このそれ、え、どういうことっすか。あの程よく、あのアーロン君をかっこよく見せるためのバックダンサー、バック DJ さんっていうスタイルだしね。バック DJ ってアーロン君も言ってるように、だから多分 DJ 日本人さんのイベントにアーロン君がシンガーとして出るんだったら前に出てていいんですよ。
けど、アーロン君のライブにバック DJ 出るんだったら、アーロン君を立てなきゃいけないんですよ。ああ、そういうことですね。そうです。アーロンか。ちょっとあの、え、ちょっとのび、あの、もしかしてやけどさ、うん、猿かなんかと喋ってる。なんか、先生教えてよっていう曲出しててあれだけど、先生の気持ちが分かった。え、あんまり出すぎちゃダメってことっすよね。いやいや、出すぎちゃダメっていうか、もう出すぎる場面を考えるってこと。ああ、いや、あの、皆さんにさ、皆さん歌いましょう。ウォーエビバディセイ DJ 日本人。それはやばいっすね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 。はみたいなのなるやん。なりますね。だから、あの、僕のバック DJ、DJ 日本人さんです。イェーイ !DJ 日本人って最高なんですよ。そうそう。それ最高。MC とかね、MC の時とかにね、バーンとか。うん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 。そうなんですよ。結構ガーガー出てたってことですね。ああ、まあまあまあ、そこはさ、もう。もうタイミング？タイミングはめっちゃ大事ですね。DJ なんてタイミング一番大事じゃないですか。いっちゃ大事ですね、うん。センス。うん。今からリハっすよね。リハっす。リハなんですけど、もうする時間がほぼないんですよ。え、2日のリハ？まあはい、ちょっと合わせて。何歌うんですか、瀬戸里は。瀬戸里言っちゃったらね。え、な、私歌ってよ。何歌ったいですか。歌ったい。アロン君、チェキ会やるっすか。チェキ会します。おお。しますか。え、今悩んでて。チェキ会します。え、ポンチュ歌うっすか。あ、歌いましょう。もうめっちゃ聞きたいっす。あ、違う、歌いましょうとか、あ、歌わない。もう、ここで決まったらもう出てくるとわかるやん。ほんまや。ほんまや。確かに。後で LINE します。ほんまや。後で LINE します。後で。やっぱ、レミノー聞きたいですけどね。そうなの。はい。レミノーってどういう歌？え、レミノー聞いたことないんや。本当の自分見つけ出そうと一人またから回り。知ってんの？知ってた。から回り。レミノーっすね。いいっすよね。うん、レミノーめっちゃ聞きたいっす。私はクレイジーラブが一番好きっすよ。あー。え、のんぴーさん、なんか彼が今後活動していく中で、今の彼はどういう投稿とかどういうスタイルで言ったらいいと思います。結構リアルに私思うのは、あの、坊主の方がいいと思うんですよ。で、鉢巻き。え、ちょっと待ってくださいよ。だってそんな地味になんか格好つけてるよな。そうです。なんかちょっとワンチャン自分も前に出ようとする意識あるんですよ。なんかちょっとチヤホヤされたい意識がある。ロンビーさん、え、そうみんなのコメント見てみ。そのなんで聞いてます。ケミカルさんぐらいガチで DJ に徹底するみたいな。だって世界の終わりさんの DJ なんてもう顔隠してるっすよ。そうしかもさもうチヤホヤされたいと思わんかったら、もう僕のね、歌ってる時に DJ 日本人とか言わんから、まずね。え、だからその上からハッピーとか来て、ハッピー巻きして坊主とかにすればマジでわみたいな、ゆ、うん、みたいな。いや、なんかずっとタオルのしてるとかさ。あ、それもおもろいですね。あと靴絶対下駄とか。あ、下駄やん。絶対下駄履かなあかんわ。下駄っすね。肩がやるならやるで絶対徹底した方がいいっすよ。いやいや、 DJ 日本人がアディダス履いたらあかんよ。何アディダスしてるんすか。水野は日本人っすね。水野は履きなさい。やったらここにタオルと、なんか坊主にして、あの、もう上からカミソリで温泉のマークとか剃っちゃえばいいんじゃないですか。あー、いいね。え、めっちゃいい。あの、なんかあの、なんかこうやられやけんじさんみたいな、こうメガネみたいなね。
ケンジさんって、ケンジさん本名何でしたっけ？ユーシって言います。あーあ。ああ、ああってなんすか？ああってなんすか？わあ、そんな日本人も大好きだよ。ありがとうございます、マイマイさん。いや、ほんまにね。ありがとうございます。のんぴーさんかと思ったら、まさかのマイマイさん。どういたしましてって言うとこだった、今。いや、もうね、本当にDJ 日本人くん、ちょっとね、こんなんですけど、のんぴーさん、ちょっとよろしくお願いします、マジで。ぜひぜひ、楽しませていただいております。よろしくお願いします。2日もね、ぜひ、2日もいるんで。ぜひお会いしましょう。はい、ぜひ。皆さん、頑張ってください。来てくださる方は、ね、一緒にいるんで。はい。よかったら皆さん、ぜひとも、応援してあげてください。のんぴーさん、ほんまに、ありがとう。ありがとうございます。もちろん、こちらこそ、楽しかったです。2日ね、2日。また2日。2日、一緒ね。はい。DJ 日本人さんでした。ありがとう。ありがとう、のんぴー。頑張ってね。おやすみ。すぐ賞取っときます。何してんの？はい、チーズ。いや、俺隠れてるやん。はい、チーズ。ありがとうございます。またね。また。